ちゃ勢いよく吹いてる。何があったん？粉薬を飲んだ瞬間に昨日の落語のオチの意味が分かった。ずっと頭の片隅に引っかかってたんだろうな。めっちゃ吹いてるもん。なぜ俺はあんな無駄な時間を。なんか辛いことでもあったんかな。次頑張ろうぜ。カップラーメンのお湯を入れ忘れて3分待ってた。沸く時間あるならさっさとお湯入れんかい。やめろ。それ以上言うな。てめえ。そもそもそんなに言われたくないこと人に言わんでもええやん。それではご注文確認いたします。鬼の熊さんのふわとろオムライス、セットにうさぎさんのポワポワスープでよろしかったでしょうか。それなら頼むな。おっと危ないよ。窓から顔出したら顔なくなるよってよく言われてたな。そんなに気になる建物でもあったんかな。動物病院を通過して安堵していたら保健所が近づいてきた。やめてあげて、ひどすぎるからやめてあげて。クッキーを作る時に大切なのはオーブンの温度じゃないのよ。春菜じゃねえよ。誰もそんなことに触れてません。むしろ欲しがりですか。あ、黒人の人めっちゃでかいな。なになに。助けた七不死が恩返しに来た。試合に集中しろ。七不死だったら黒すぎるだろう。タラさん、お久しぶりです。イクラです。タラさんはずるい。もしかしてイクラさんもおる感じ。あら、可愛いね。これはどうしたのかな。違うの、この木が僕を倒したの。ならしょうがないな。とはならんのよ。誰が一番おバカですか。誰かが誰かの木を切ろうとしてる時点で全員バカやん。女の子にタクヤと名付けた親。まったくその通り。最後に僕と結婚してくださいとド直球。彼女の目から涙が。どうしたんだろう。なになに。戦力外通告。まさかの大どんでん返し。水だね。嫁の手料理の中で一番うまい。素材の味しか生きてこないやん。最後までご視聴ありがとうございました。最後にこのお題でボケてをコメントしてみてね。コメントしてくれたら明日はいいことあるよ。チャンネル登録高評価もお願いします。それじゃまたねー。